どうも、皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、こちらの、こっちか、自分銀行って知ってます？こちらのキャンペーンをね、紹介していきたいと思います。大前提として、一つ注意事項があります。今現在ですね、この自分銀行の、口座を持っている方限定にはなってしまうんですけども、今ですね、この自分銀行っていう、キャンペーンですね、20% 還元のキャンペーンをやってるんですね。しかもその 20% っていうのは、5万円を使うと 20% を還元、しかもそちらが現金でキャッシュバックされるという本当に夢のようなキャンペーンがやっております。で、なぜこの自分銀行をのね、口座を持っている方限定かというと、このキャンペーンが始まったからだと思うんですけど、こちらの自分銀行のキャンペーンを、今始まって、その 20% のキャンペーンですね、それからですね、この自分銀行の申し込みが今殺到していまして、このキャンペーン時代がですね、2019年の6月2日までなんですね。ということは、それまでにですね、このキャッシュカードを手に入れないとそのキャンペーンには乗れないんですよね。ですので、今、これ撮ってるのは5月19日ですので、まあ、正直ですね、間に合わないと思いますね。あの、発行自体の、公式サイトからですね、申し込み多数により、クラッシュカードの、発送が遅れていますという表示も出ておりますので、今現在ですね、この自分銀行の口座を持っていない方は、このキャンペーンですね、正直乗れないかなと思います。ですので、こちらの自分銀行の口座を持っている方、このキャッシュカードを持っている方限定にはなってしまうんですけども、この 20% 還元キャンペーンが結構凄まじいんでね、今回紹介していきたいと思います。で、何がすごいかというと、こちらの自分銀行のその 20% 還元キャンペーンなんですけども、こちらの自分銀行の、携帯アプリをスマホにダウンロードして、そこからですね、スマホデビットっていうものを発行します。まあ、このデビットカードっていうのは、まあ、皆さん聞いたことあるかと思うんですけども、口座直結の、まあ、クレジットカードみたいなものですね。まあ、使ったと同時に、この自分銀行の口座からですね、現金が引き落とされるというデビットカードになっております。で、そのデビットカードを、5万円分使うと、1万円が、7月ぐらいだったかな、7月末ぐらいだったからに、口座の方にね、現金キャッシュバックというキャンペーンになっております。でですね、今回これ何がいいかというと、20% 還元されますよね、そのデビットカードを利用して。それがですね、なんとですね、7個チャージ、プラス、Amazon ギフト券購入とかでも、対象という、利用先に対象外がないということで、まあ、7個カードにね、クレジットカードチャージでもできますし、Amazon ギフト券購入でも利用できるということなんですね。要はですね、まあ、7個カード、チャージ5万円分。Amazon ギフト券5万円購入。まあ、実際には、
まあ、ね、なんていうんですか、カード上では決済はされてるんですけども、実際には、利用してない状態でですね、この1万円がゲットできるというキャンペーンなんですね。で、今ちょうど5月ですので、まあ、7個チャージ、7個にですね、クレジットカードチャージすれば、税金とかでもね、払い、支払いにも利用できるということで、私は、それで利用させていただいたんですけども、最高ですよね。結局は、固定資産税のような、結構高額なね、支払いを持っている方は、まあ、簡単に言うと、スマホデビットで、クレジットカード7個チャージしますよね。そうすると、1万円分返ってくるということですので、実際には7個チャージしたら5万円分の7個で税金を支払いますよね。しかし、こちらの口座には1万円が戻ってくるということですので、要は税金が1万円値引きされたみたいな、最初、実質そういう計算になりますよね。それが今回の、キャンペーンのすごいところですね。それで今回動画を撮らせていただきました。まあ、手順としましてはこちらの、自分銀行のキャッシュカードを持っている方は、スマホにこちらの自分銀行って検索していただいてアプリケーションをダウンロードします。で、ダウンロードしたらですね、マイページを開いていただいて、マイページからね、スマホデビット新規発行っていうものをします。それで利用させていただくんですけども、一つだけ注意点があります。先でも後でもいいので、この 20% 還元キャンペーン、キャンペーン一覧っていうところにですね、今回のキャンペーン載っておりますので、そこでエントリーをしてください。まあ最近多いですよね、そのエントリーをしてからじゃないとキャンペーンが対象じゃないっていう、まあ引っ掛けみたいなもんなんですけども、まあ今回この自分銀行のキャンペーンはとても良心的で、純不動です。先に利用してからキャンペーンにエントリーしても OK ですし、先にエントリーして利用しても OK です。まあどっちにしてもですね、エントリーはしなきゃいけませんので、エントリーだけね、確実にしてください。そうすることで、スマホデビットを5万円分利用したら、7月末に1万円返ってきます。まあ、5万円買い物する、普通に5万円分、Amazon とか楽天とかで利用する方は、5万円分一度支払いはします。ですが、1万円は7月末に返ってきます。すごいですよね。で、もう一個注意点なんですけど、この自分銀行ってありますよね。まあ、スマホデビットっていうことですので、現金自体はこのキャッシュカードに入金しなきゃいけないです。セブンイレブン等々でですね、こちらを ATM に入れて入金しなきゃいけないですよね。こちら銀行のキャッシュカードですから。で、入れて初めてそのスマホデビットが利用できるんですけども、この自分銀行っていうんですね、入金にも出金にもお金がかかるんですよね。入金にも108円がかかります。それが平日でもかかります。私は勘違いしてて、平日だったらですね、かからないと思ってたんですけども、平日でもかかります。もちろん休日でもかかります。ですので、入金して108円、出金して108円、まあ、合計で216円がかかります。ですけども、まあ、1万円返ってくるっていうことですので、まあ、実質9800円ぐらいですかは、絶対戻ってきますんで、まあ、今回のね、このキャンペーンは本当に、まあ、7個チャージ、Amazon ギフト券5万円分買うのも、購入したり、チャージするのも OK ですし、まあ、5万円ぐらいのね、買い物を予定している方は、そのままスマホデビットで決済してもいいですし。まあそちらは人それぞれね、あると思いますんで、ぜひね、このキャンペーン乗ってみてはいかがでしょうか。で、期間はですね、6月2日だったかな。6月の頭で終わりますんで、確実にね、こちらに5万円分入金して、
スマホデビットで買い物してください。そうすると、1万円返ってきます。まあこちら最大1万円ですので、まあちょっと載せておきますけども、いくらでいくらキャッシュバックっていうのはですね、ちょっと金額によって変わりますんで、最大5万円分で1万円返ってきますんで、とてもおすすめになっております。まあ今回ね、まあ今回簡単な動画ではありますけども、ちょっとあまりにもね還元率が良かったので、まあ今回紹介させていただきました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.